じゃあ、ジョです。今日はね、でもなんか撮ろうと思ったらカレー来たんだけど、今日はさ、デラックスカレーの、これね、デラックスカレー、これのキングサイズをね、食べようと思います。今ね、ダイエット中で、減量期間中なんだけど、そこで週に1回好きなものを好きなように食べるっていうことで、今日はね、すき家のカレーがめっちゃ好きで、ただ食うだけじゃ面白くないんで、キングサイズを初めて頼んで飲みました。で、今からね、これ食べていきます。見てください。やばくない？いただきます。カレーめっちゃうまいから、ね、好きやのカレーめっちゃうまい。見てこのデカさ、手と比べたら分かるんだけどさ、まあ、俺の手もデカいんだけど、デカいよね。じゃあ食べていきます。いただきます。牛丼のキング食うよりか量少ないかもしんない。牛丼のキングの方がなんかね、量多い気がする。これ多分結構簡単に食える。
キングに比べたらね、全然楽勝だったね。てかなんかあんまり、もうちょっとなんか食いてえな。うん。って感じでね、今日もね、またで食っただけだけど、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。多分なんか、キング牛丼よりかは肉が少ないから多分ペロッといけちゃったと思うんだけど、カレーはほら飲み物っていうからまあこうここにスルッて入っちゃってちょっとね物足んないんで、ってことで見てこれ、お好み焼きにね見立てたなんかお好み牛丼みたいなやつ、なんか期間限定らしい。楽しみだね。うわ、なんかたこ焼き食いたくなってきた急に。たこ焼き卵もちょっと割っていこうかな。ということで、またいただきくるね。まあ美味しいけどね。
卵が入るとさ、よりまろやかになって、うまいね。ちょうど今日はさ、すき焼く前に足トレしてきたんだけど、やっぱね、足トレ後にこんだけエネルギーをね入れたんで、今日よりも明日マッチョになってるはずなんで、またね明日も楽しみだなと思いますって感じでね、もうこれ本当にね今日終わり感じで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。